1600m リレー準決勝が行われます。こちらも各組の上位2チームと記録の良い2チームが決勝へと進出いたします。それでは男子 1600m リレー準決勝第1組に出場いたしますチームを連中にご紹介いたします。第1レーン、さくら。第2レーン、やちお。中大松野。第4レーン、木更津総合。第5レーン、幕張総合。第6レーン、成田。第7レーン、敬愛学園。第8レーン、市川。準決勝第1組の出発です。残り 100m。 第2位は専修大松戸。第3位、木更津総合。
マクラピンチです。さあ、少々トラブルもありましたが、準決勝第1組速報1着は成田、時間3分14秒94でした。プログラムは88ページをお開きください。女子の 1600m リレーの結果、プラス決勝に進みますプラスの2チームが決定いたしましたのでお知らせします。2組3着に入りました東海大浦安、3分57秒42。1組3着に入りました幕張総合、3分59秒29。以上のチームが